こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、 Google マップが大好きでよく使うんですけども、 Google マップの中でね、口コミをよく書くことがあるんですよ。で、 Google マップの中ではいろんなランキングがありまして、私はね、そのローカルガイドっていうものがあって、そのね、ランキング8で、もうすぐ9になるんですよね。で、ランキング8ってのは日本に30人ぐらいしかいなくって、ランキング9は20人ぐらいしかいないということらしいんですよ。で、マックスランクがローカルガイド10ってやつなんですけども、これに至るとね、数人しかいないってところで、まあ、いずれはね、この数人しかいないローカルガイド10になってみようかなと思うわけなんですよね。で、 Google からも招待がよく来るんですけども、まあ、本社の方に来てくださいみたいな感じでね。ただちょっと行ったことないんですよ。今年行こうかなと思ったらこんな状況じゃないですか。また機会を見てね、伺おうかと思います。 Google の本社すごく楽しみにしてます。ということで、今回はですね、 Google の方からちょっと連絡が来たんで、そちらの方をちょっと見てみようかなと思います。Google マップの方から、あなたの口コミが新記録を達成しましたってありますので、何の新記録なのかなと思ってね、見てみようかと思います。ちょっと画面切り替えていきますんで、皆さんもね、一緒に私のメールボックスからよろしくお願いします。これです。 Google であなたの口コミが新記録を達成しました。クリックしますね。そうすると、こんにちは、久保哲郎さん、あなたの口コミが Google マップで人々に役立っています。高評価100以上ですね。餃子専門店余市餃子で2014年10月1日、6年ぐらい前に上げた私の記事が反映されてますね。まあ、その頃ね、私は広島市の本通りっていうところにおりまして、麻雀店をやっていたんですよ。で、麻雀店の方にもね、この余市餃子の店長さんよく来てくれてたんで、一緒に麻雀したりとかしてたんですけども、今2020年になってみて、あ、例のあれですね、堀江さんとのことで注目が集まって、検索の結果私の口コミに反映されたってことなんですよね。まあね、すごく美味しい餃子なんで、私ね、これからもこの余市餃子さんを食べていきたいなと思うんですよ。で、今回クラウドファンディングで通販で餃子やってくれるってことなんで、非常に楽しみにしてます。いや、その口コミを書きたいな。ということでね、今回は以上ですかね。はい、ということでございます。 Google マップに口コミを書くと、こうやってね、もう何年も何年も後の人の参考にもなるってことなんでね、まあ、今回はちょっとひょんなことでアクセスが高まったわけですけども、私、日本全国47都道府県に私の口コミ書いてますんで、もしかしたらね、あなたも私の口コミをね、見るかもしれませんね。海外にもね、行った時に必ず口コミ書くことにしてるんですよ。で、やっぱり楽しんだホテルとか、見させていただいた観光地とかっていうので、必ずこの Google マップのスポットってありますんでね、そこで私は投稿して写真をバーッと並べてね、思い出のアルバムを作っていこうかなというところですかね。で、本日は以上でございます。ありがとうございました。